こんにちは。今日はカスネアースの原理を考えていこう。えまずは黒板の方を見てほしいんだけども、えここに二つの波があるよね。え高さ二メートルの点線の形え、これ長方形みたいな形をした波だよね。まあ実はこういう波のことをパルス波っていうんだよね。今までやってきた波はこういう形 サインカーブだったよね、えー、このサインカーブのことを制限波というのに対してこの山一つみたいな形の波のことをパルス波パルスというののは脈のことなんだよ、ねえー、みんなね、えー、この脈を取るっていった時にこうドクドクね、えー、脈打つっていうのは分かると思うんだけどもまさに脈のことをパルス波っていうんでね、えー、こういう形をパルス波っていうのね。 もう一つの波は高さが1メートルのやっぱりこの正方形、はい、あ正方形というか長方形だね長方形のパルス波が与えられていて逆向きに進んでるとさあこの2つの波が重なり合うと一体どんな波ができるのかなそれを今日は考えていこうね。<music> さあでは重ね合わせの原理を考えていきたいんだけども黒板を見てみよう。 先ほどと同じように高さ2メートルの波長方形の形をした波だよねそして高さ1メートルの波が逆向きに進んでいるとさあこれからこの2つの波が出会うとどうなるのかなっていう話なんだけども単純な物体同士だと衝突して跳ね返るみたいな現象が見れるよねじゃあ波の場合はどうなるのかなさあどんどん近づいていって さあまさにこれが衝突一歩手前っていう感じだよねえそしてこのあと当然重なり合うどうなるかな重なり合った時に生まれる波のことを合成波って言うんだいい2つの波が出会った時に生まれる波のことを合成波今合成波を黄色い波で書いているんだけどもこの部分見てみよう。 こここからのの区間が2つの波がつ波重なり合ってるよね、えー、それぞれの高さは1メートルと2メートルなんだけども合成波の波の高さは1メートルと2メートル足し合わせると3メートルになってるのが分かるよね。いい重なり合ってる波が2つの波が重なり合った時の高さはそれぞれの波の高さを足し合わせた3メートルになってるこれが合成波になるわけだ。 重なっていない部分は元の波と同じ高さになっているのはわかるよねさらに波が進むとどうなるのかなさらに波が進むと1メートルと2メートルが完全に重なり合ってるとえすると合成波は高さ3メートルの形になっているのはわかるよねさあこの後通り過ぎてった後どうなるのかな、えー、通り過ぎてったまだ重なってる部分があるここは高さ3メートルになっているよねそして完全通り過ぎた後どうなるのかな 結局通り過ぎたあとなんだけどもそれぞれれぞのの波の形は保たれているよね普通物体同士の衝突だと違う方向に飛んでいくとあるいは車同士が衝突した車そのものが変形するというのが物体同士の衝突なんだけども波の場合は重なり合った後は何事もなかったかのようにそれぞれの波の形は変わらない。 この波の形が変わらないことを「波の独立性」って言うんださあそのまとめがここに出るよ。合成波はそれぞれの波の高さの和となるこれを「カスね合わせの原理」って言うんだそしてそれぞれの波の高さは通り過ぎた後は全く変わらなかったこれを「波の独立性」と言うんだ「カスね合わせの原理」そして「独立性」という言葉をしっかり覚えておこうね。 さあ練練習習やってみようね練習図は、X、軸互いの逆向きに進む2つのパルス波のある時刻における波形を表しているとこの後2つのパルス波がそれぞれ矢印の向きに3メモリここね大切だよね3メモリ進んだ時の合成波の波形をかけとえまさにこれパルス波だよね。えー、この形 こういうい形だよね台形の形をしたパルス波が与えられていて右に進む波もう一つは台形マイナスの方向だよねマイナスの変異を持った台形の形これは左向きに進んでいると逆向きに進む波が出会っていてさ3目盛り進んだ時のそれぞれの波まずそれぞれの波がどう進むのかなっていうとこの波あるよねこの台形の形の波が こここ高さ0ねこれがどこまで移動するのかなっていうとメモリ123個分そうするとここまでね移動することになるのだからその形を書くと同じ形となるように書き写すと高さねフラットな部分はメモリ2つ分そしてここで高さが0となるメモリ1つ分で高さが0となるとこれが右に進む波が3メモリ進んだ状態だよね。 それに対してこの谷っていう感じの波が3メモリ進むとどうなるのかなっていうとこの場所が3メモリ進むと123だからここまで移動するの分かるよね。するとここからメモリ1つ分行って高さが最小値メモリ2つ分はフラットな状態そしてメモリ1つ分行って高さがゼロとこういう状態となるわけだ。 それぞれの波がまず3目盛り進んだあと合成波をこれから赤で書いていきたいんだけども重なってる部分分は原点から左右に1メモリずつ分だよねここからここまでが2つの波重なり合ってるのが分かるよね。原点から左側に目盛り1ついったところは 2+0 だから合成波は2となるよね。これは大丈夫だよね そして原点見てほしいんだけども原点はプラスの2とマイナスの2が足し合わさってるわけだから高さががとなるのが分かるのかよね途中はどうかなっていうとここ一定値に直線を足し合わせると、まあ、直線っていうのはいわゆる一次関数だよね。一次関数に定数足しても1次関数にしかならないのでここはもう直線で結んで構わない。かるね、ここもそうだよね たすマイナス2だから当然合成波はマイナス2となって、えー、原点からここまでは先ほどと同じように直線として結ぶことができるなとさ重なってる部分の合成波はこうやって書き表すことができるわけね。重なっていない部分は合成波は元の波の高さと同じだからこうやって重ね合わせて書き表すことができるよね。さこちらもそうでね。 重なってない部分は元の波と同じ高さとなるんだとさあこの赤で書いたものが合成波の波形だ分かるよね。いいかねアースの原理っていうのはそれぞれの波の高さをただ足し合わせるだけなんだそうすることによって合成波を作図することができるこれをしっかり覚えようね。<music> さあ今日のまとめなんだけども今日は重ねアースの原理を考えたよ、ね、2つの波が出会った時に生まれる波これが合成波なんだけども合成波の高さはそれぞれの波の高さを足し合わせたものだよね。それぞれの波の高さ例えば1メートルと2メートルが出会ったら合成波の波の高さは3メートルになるんだこれがカスねアースの原理実に単純な原理だよね。そして 波が重なり合ってそのまま通り過ぎた後それぞれの波の高さは全く影響を受けずに何事もなかったかのように通り過ぎるよねそれぞれの波の高さが保たれるこれを波の独立性って言うんだね言い,い重ねアースの原理そして独立性っていう言葉をしっかり覚えておこうね